次の目的地はスキャグウェイです。ここはね、朝早くに着いて夜遅くまでいるので、このお食事は多分お昼か夜か、そのどっちかですね。割とね、ダイニングルームにせっせと通ってきちんといただいておりました。美味しいですよ。で、スキャグウェイなんですけどね、ここからなんか鉄道に乗って内陸の方までオプショナルで行くっていう人もいてね、それで時間長いのかもしれないですけど、こういう崖のところにペンキで全部書いてあるのは船の名前なんです。今まで何気なく見てたんだけど、よく見たら、あら、全部ここに寄港した船の名前書いてあるわと思って、誰かがか、まあ、こうよじ登ってね書くんでしょうけどね。で、これはこの船で初めてやってまいりました、クローズネストですね。ホランドアメリカ、特にお年寄りの方が多いので、外に出て氷河見るより中でゆっくり楽しんでもらおうというわけで、こういうお席ちゃんと作ってあるんですよ。以前はね、この窓の下のところにもう一つ椅子があって、つまり差し向かいに椅子をずっと作ってあったんですけど、そんなんね、外みたいのに内側に向いてどうすると思ってたら、ちゃんとやり直しましたね。賢い。足置きもついています。これはお部屋のテレビなんですけど、日が昇るのが4時29分、日が沈むのが夜の9時26分と出ています。アラスカとカナダっていうかね、バンクーバーで1時間時差があって、時計の針を1時間戻したんですよ。さて、次の日の朝です。こうやってお水を持ってきてもらいました。これも全て瓶に入っています。で、今日は1日中航海なんですね。海の上です。まあ、ハイライトとも言うべき、グレーシャーを見に行く日なんです。で、特にこの船はグレーシャーベイ国立公園の中に入っていけるんですね。で、1992年に世界遺産になったんです。で、一番最初に入ったこれは湾になってるんですが、ジョンズ・ホプキンス湾とか海峡とかで、ここにある氷河もジョンズ・ホプキンスという名前が付けられています。これね、アザラシがここでね、子供を産むとかなんか言って、夏の間はね入れないところなんですよ。前に9月に来た時に船長さんが、もう子供を産むの終わったから入っていけるよって言って、誰よりも船長さんが大喜びして入っていったという記憶がありますが、その時もホランドアメリカでしたね。で、このジョンズ・ホプキンス氷河っていうのはね、大抵の氷河今後退してどんどん減っていってんのに、これだけはずっと増えてるんですって。まあ、後ろに押し出すその雪の量が多いのかなんか分かりませんけどね。地球が暖かくなって、なおかつ雪の量が減ってということで、世界中の氷河が後退してるんですけど、これはまあ、稀にこう成長しているという氷河なんだそうですよ。まあ、この日も少し雲が覆ってますけれども、それでもね、これ晴れてると割と逆光とかなんかになったりするんですけど、まあ、そういうこともなくて、でそんなに寒いわけでもないです。まあ、ダウンジャケット一つ持ってきてたら大丈夫で、嫌な人はこのお部屋に入ってればいい。まあ、でも結構ね、いっぱいいっぱい泣いてましたけどね、皆さん早くから席取ってたから。静かです。昔はここで汽笛鳴らして無理やり氷河をガーッと落としたりしてたそうですけど、そういうこともなくて、まあ、やっちゃいけないことになったんですけどね。だから自然に崩落するのはまあ見ることができますけど、無理やりということは一切なくなってます。で、これがお部屋に置いてあったパンフレットなんですけど、ずっと北に登ってケチカンを抜け、ジュノーを抜け、スキャグウェイを抜けて、このグリーンの濃いのがグレーシャーベイナショナルパーク、ここの中に私たちは今入っていってるんですね。で、他の船はここには入れず、そのまま太平洋の方に出るんです。わかるかな。下がジュノー、右上がスキャグウェイ、そして今私たちはここにいます。これちょっと大きくするとね、
左の方に向かっているのがジョンズ・ホプキンス氷河、まっすぐ行くとマージェリー氷河ということになります。これものすごい氷河はでも全体に後退しているそうです。何しろね、この1750と一番下に書いてるのね、その頃はここまで氷河があって海峡は一つもなかったらしいんですよ。もう全部雪の野原状態。ここに順番に書いてますけど、右から1845年で1860年はここまでどん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 と氷河へっこんできたよっていうことなんですけど、まあ、バンクーバーの名付け親になっているジョージ・バンクーバー、この人が1794年にこの辺りにやってきた時は高さ1200メートルの氷の 壁に足止めにされていたそうです。まあ、それぐらいここは本当に単一の氷河で全部埋め尽くされていて、今はその氷河がずん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 できた、まあ、フィヨルドになってるんですね。でこれ見てたらね、ター海峡っていうそれの奥がね、マージェリー氷河なんですよ。で私たちはそこまで船で行くんですけど、ひょいって見たらなんかカナダって今書いてるやん、なんですかと思ったら、あれ国境なんですね。で新たにその国境をこのブルーの線で引いてみました。なんとマージェリー氷河ってカナダがほとんどなんですよ。びっくり、全然知らなかったわ。Thank you.